どうも、鳥和也です、今回もね、ちょっと頑張りました。いきます。ザン、誰かわかりますか？わかんないですよね。エドワード・スノーデンさんです、ちょっとね、見よう見まねで頑張って書いたんですけどね。まあ、極秘、ね、通信管理システムとかね、インターネットのね、傍受とかね、UFO の情報とか、地底人の暴露とかしたね、元 NSA、CIA のエドワード・スノーデンさんです。ということで、今回、地底人を暴露したってことで、地底、地下探検、洞窟探検のホラー映画を紹介したいと思います。ディセント。怖いですよ。ディセント。ディセントってことなんですけどね。まあ、これね、暗くて、で得体の知れないのでできて怖いっすね。なかなかよくできてる作品なんですけど、まず ね、事故でね、夫と娘を亡くした主人公のサラって女の人がいるんだけど、で、まあ、事故から1年経つんだけど、まだ心の傷が癒えないからっつって、まあ、女の人6人で洞窟探検に出かけるって話なんだけど、まあ、6人いるんだけどね、6人でジュノって人が、まあ、リーダーみたいな人なんだけど、アパラチア山脈の洞窟に行くのね。すげえ巨大な縦穴に降りていくんだけど、すごい綺麗なんだけどね。で、どんどん奥に、なんか変な細いところ入ってたりするわけよ。洞窟だから。入っていくんだけど、そうすると途中で、そのトンネルがね、塞がっちゃうの。で、パニックですよ。ああ、どうしたらいいんだろうって。で、まあ、実はその、世間に知られてない、誰も知らないような洞窟で、もう助けも来ないだろうっていうところなの。で、そうしてると、まあ、ただでさえ暗くて、まあね、怖いのに、もう得体の知れない四つん這いで歩く、ものすごい、歩くじゃない、ものすげえ速さで走る四つん這いの生白い人間みたいなやつが出てくるの。それが襲ってくるの。それがね、気持ち悪いんだよね。すげえもうみんなパニックになってチリチリになって6人バラバラに逃げるんだけど、その一人が、まあ、喉元を噛みつかれて食いちぎられて死んじゃうんだけど、もう形がね、もう人は人なんだけど、もう目が見えてなくて、耳が進化してて耳がちょっと尖っちゃってる感じで、もうすごいね、音に反応して襲ってくるんだけど、そのね、そいつらが何十匹もいるね、何匹なのか人なのかなんだけど、もうその白い地底人が何十匹もいて、まあ、そいつらがね、その死体をね、食いちぎるんだよね、食い荒らすんだよね、まあ、結構グロだし、まあまあもう、まあ、怖いよね、暗いし、まあ、よくできてる作品なんだけど、行った洞窟の先は実は人を食う化け物の地底人がいた洞窟だった。じゃあ出口を探して誰が生き残るのかなっていう話なんだけど、まあ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 、ちょっとね、2もあるんだけど、2はもうポイって感じですね。もう1だけ見とけば間違いない。とにかくこれね、なかなかよくできてる作品なんで、おすすめの、見てない人はぜひね、結構有名な作品なので見てる人多いかもしれないので見てほしいと思います。じゃあまたおすすめがどんどん紹介していくんで、よかったらチャンネル登録してください。じゃあまた。